必ずやろう日本最高朝日豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします4月16日のデイリーニュースをお伝えいたします和歌山県の埼玉崎漁港でですね、まあ、選挙の応援に訪れていた岸田総理に対して24歳の木村隆二が爆発物を投げつけるこういう事件が発生したことは皆さんもご存知かと思います 安倍元総理の暗殺事件から、まあ、こう9ヶ月うしか経ってないわけですが、まあ、再びこの日本の選挙期間中にですね政治トップを狙ったこういうテロ事件というものが起こったことに、まあ、私は深いい悲ししみみと、まあ、やるせなさみたいなさたたものを感じましたで爆発のタイミングがですねもう少し早ければえ岸田総理も危なかったんではないかということが分かってきました。 で安倍元総理のこの暗殺事件の際にですねこの民主主義の根幹を揺るがすようなこういう行為というのを絶対に許してはならないというまあ、こういう当然のことをですよ日本のマスコミというのはもう著しく軽視したというのは皆さんもね、えー、ご記憶のあるところだと思います犯人である山上哲也の悲劇性を強調してですね安倍元総理はもうむしろこの貶められるようなこんな報道が 相次いでいでたここ、えー、ここは記憶に新しいところですこうしたマスコミの対応がですね今回の事件を促した可能性というのは、えー、絶対だとまでは私は言いませんが少なくともでであるとは断じて言えないでしょう前回の、えー、安倍総理の事件に関する報道の反省を込めた上で「テロ行為に理解を示すような報道を断じて行わないよう改めてマスコミ各社に対してですね 報道機関としての責任を求めたいと思います次のニュースですイランには約40万人いるこう正規軍に加えてですねイラン革命防衛隊と呼ばれるまあ12万5千人程度からなる別の軍事組織があるということは皆さんご存知でしょうか でこのイラン革命防衛隊はですね、えー、イランの,その最高指導部に直結する、まあ、そういう軍事組織になっていて、まあ、親衛隊的な性格を持っていいるととうことが言えますで。このイラン革命防衛隊は1980年から1988年にかけて戦われたあのイラン・イラク戦争からですね まあ、イラン国土のこの復興させる際にですね。大いに活躍をしまあ、この中においてゼネコン的な働きディベロッパー的な働きでまあ、経済力をこの身につけていくということが起きました。で、その後イランにおいてはですね。国営企業のこの民営化みたいな感じのことがこう。だいぶ広がったわけなんですが、この中で。 えー、イラン革命防衛隊は従来のこの土木インフラ整備事業こればかりだけではなく石油ガス運輸通信農業こういった分野にも手を広げていきました、えー、非常に強い経済力を掌握したあこのイラン革命防衛隊はですね豊富な資金力を利用して対外工作活動諜報活動を行うコッズ部隊と呼ばれる精鋭部隊というものを創設しました。 でこのコッズ部隊が行う対外工作活動にはですね海外に対するテロ支援活動なんかも含まれていてこんなコッズ部隊のあり方は許してはならないとしてですね、えー、アメリカのトランプ大統領は、えー、このコッズ部隊を抱えるイラン革命防衛隊を外国テロ組織に、まあ、認定するなんてことまで行いましたで私がなんでこのイランのこの、えー、話を長々としているかというと このイラン革命防衛隊の精鋭部隊であるコッズ部隊の司令官がですねイスラエルに対する新たな攻撃を展開する目的で中東全域ですね新イラン武装勢力の結集に動いているのだとウォール・ストリート・ジャーナルが報じたからなんですね。コッズ部隊のイイスマイル・ガーニ司令官は まあ、この記事では先週と書いてあるんですが、まあえー、4月3日から9日の週ということになるかと思いますがレバノンの首都のベイルートにあるイラン大使館にですねこのハマスであるとかヒズボラであるとかパレスチナ・イスラミック・ジハードをと,といったような、えー、いわゆるこの中東各地にあるさまざ、あ、まな反イスラエル系の,この武装組織とこの会談をしてですね この席において、えー、このレバノン南部からこのイスラエルに対するまあものすごい激しいロケット弾攻撃というものが、まあ、行われたわけなんですがこれを行うことのこの具体的な計画というものをですね決めたんだということを報じているわけなんですね。でこのロケット弾攻撃というのは2006年以来のもう激しいものであったと、えー、いうことが指摘されています。 でイスラエルに対するこのロケット弾攻撃というのはですねパレスチナ自治区のガザとかあるいはシリアからとかこういうところからもこう行われているわけなんですねつまり今イスラエルはですね自分たちに敵対するまあありとあらゆる勢力からですね一気に攻撃をされているそういう状態になっていますそしてこの背後でですねこののの全体の動きを調整しているのが イランなななのだとということになるわけなんですでドバイに本拠地を置く国際衛星ニュース放送局のですねアルアラビアは「イスラエルはこれまでにない危機の連続に直面する中で近い将来存在しなくなると、ね、このイラン軍の最高レベルの組織がですね木曜日に語ったんだと」とこんな報道をしているわけなんですね。 でこのイラン軍の最高レベル組織っていうのは何のこっちゃいって話なんですがイランの正規軍とイラン革命防衛隊の調整を行う、まあ、そういう組織がですね、えー、こうあるんだそうででそのことを、まあ、このことでもってですねこの表現しているということになります。でこの組織がですね,ね、えー、今イスラエルはこの内外からのイスラム勢力の抵抗によって シオニスト体制つまりイスラエルの,その現政権のこの体制というものが危機に陥りイスラエルの崩壊のカウントダウンが始まったのだと、まあ、こんな話をしているわけなんですね。でイイラランが本気で今イスラエルをこう潰しに来ているということがかかるんじゃないいと思いますでさてこれに対してイスラエルはどう動いているでしょうか。 こちらの記事はですね「ザ・タイムズ・オブ・イスラエル」というイスラエルの新聞の記事なんですけれどもイスラエルはアメリカの助けがない中で、ね、イランとの戦争を準備しなければならないと元国家安全保障会議議長が語っているんだと、まあ、こう伝えているわけです。でこの元国家安全保障会議,議長であるヤコブ・アドミナル将軍はですね戦争に備える必要がある。 アメリカの助けがなくてもイランを叩かなければならない地点に到達することはあり得るとまで話をしイランとの間においてですねすすででににイスラエルが戦争前夜ととといいいえるるる状態に達しててうことを語っているわけですでさてこういう情勢にあることを中国のですねこの世界戦略のこの観点から私は考えてみたいと思うわけなんですね。 で先頃、えー、この中国が仲介する中にあってイランとサウジアラビア UAE がですね、えー、歴史的な和解を示したなんてことがですねこの話題になりました一見めちゃめちゃこの平和的に見える、えー、この中国の仲介による、えー、この両者の歴史的和解、えー、これは何を狙ったものなんだろうっていうことになるわけですここののとを理解するのに トランプ政権の時に何があったかっていうのをちょっと思い出してほしいわけなんですねえ今回イランとですねこの和解をしていったサウジアラビア UAE はトランプ政権の時にはイスラエルとの関係を修復するということととをやったわけなんですでイスラエルとの関係修復というものをやる状態の中で逆にイランが孤立化させられたってことになるわけなんですね。 でなんでトランプ政権はイランを孤立化させたかといったらさっき言ったコッズ部隊が海外部門にですねこうバンバン出てって様々なテロ行為を中東各地で引き起こしているということがあるからこのテロをバンバンやろうとするこの組織この国家だけを中東全体の中から孤立化させようというそういう意図のもとで、まあ、動いていたというふうに理解をすればいいわけなんです。 でこのトランプ政権の動きというものを完全にひっくり返したのが、まあ、習近平だということになるわけなんですね。でこれにより逆にですね中中東の中においてイスラエルが完全孤立すするというこういうううこ状態になったわけですイランはですねサウジアラビアであるとか UAE であるとかこういうところとこう和解をするということによってイスラエルを 叩きやすいいこういうポジションを手に入れたわけです。で、そして実際さまざまなその反イスラエル武装勢力への影響力を行使してこうした武装勢力にですねイスラエルへの攻撃というものを今一気に集中させているえこれが、えー、今すでに確認した通りの話なわけです。さて中国は何を考えてこういう動きが加速するように後ろから手を伸ばしたんでしょうか 中国はです、ね、アメリカに代わって世界の覇権を握るえこのことを考えているわけですがアメリカとの間ですねこのガチンコ勝負を行って勝てるとは全く思っていないわけですね。しかしながらアメリカが4つの敵と戦う状態になりその4つの敵のうちの1つが中国だという状況になればですねこれ中国はアメリカに勝てんじゃんと、えー、いうふうに 今習近平は考えているわけですで、これはもともとこう習近平のブレーンである金三英中国人民大学教授、えー、彼のですねこの戦略論になるわけなんですがこの視点から見てこの中東の動きというのをちょっと考えてみてほしいわけです現在アメリカはですね、えー、ウクライナにおいてロシアとの間で、えー、戦いを広げていますよね さらにここで中東地域においてイランとイスラエルがこう戦いを始めここにアメリカが関わらなければならなくなってくるということになるとアメリカが戦うう敵は2つということいこになりますよねでさらにアメリカ国内で大統領選挙結果をめぐってですね共和党と民主党が争うような事態になれば。 アメリカが戦うべき敵というのはですねこれ3つとというここにもななってくるわけなんですでこの混乱状態の中で中国がですね台湾に対してこう軍事侵攻をやろうとする、えー、平等をしようとそういう動きに出るこれをやった時にアメリカは台湾を守ることができるのかもうそんな余力はなくなっている。 これを理解すべきではないかと思っているわけですこの状態はまさにアメリカが戦う4つの敵のうちの1つが中国になるというこういう状況なわけですねこの状態を作り出すために中国はイランとサウジアラビア UAE とのこの歴史的和解というものを実現させイランがですねイスラエルと戦いやすい状況というのを作り上げていたんではないかということなんです まあ今イランとイスラエルとの関係が急激にきな臭くなっているこの背景には習近平中国ののの覇権獲得の大ききななな野望が隠れていいいるるとと見るべでではないのかというわけなんですアメリカの影響力を排除して台湾をですね平穏するということができるならばアメリカの世界的地位はこう失墜し世界は中国に大いになびくことになる。 これを狙っていると私は見ています。この大きな流れの中で、イランとイスラエルの間でですね、いつ火蓋が切って落とされても、おかしくない緊張状態が醸成されているということをですね、ぜひ理解してもらいたい。えー、そんな風に思っています。必ずやろう。日本最高。朝霞隆でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう、併せてお願い申し上げます。 you